はい、えー、皆さん、こんにちは今日はですね、えー、お金に困らない人生設計の,あのシニア編ということでですね、えーまあ、あ今年はですねずっとこの、まあ、出版の記念公演ですね、えー、させていただきまして、まあ、お客さんのほうからですね、えー、ぜひその若者向けにやってくれということでですね、えー、一度、若い者向けのですねセミナーを東京でやらさせていただきまして。 あのまあ、この本はですね、まあ、今日もあの置いてありますけれども、ね、20代、30代、40代、50代、60代で何をしたらいいんだろうというですね、えー、その年代別のテーマに基づいてですねいろ、えー、んなことを書かせていただきまして、まあ、あのその中でですね、えー、学生向けっていうのがです、ねえー、せっかく書いた部分なんですけども出版社の関係でですね、えー、と外されてしまった関係でですね、えー、学生向けのやつをですね、えー、前回やらせていただきまして。 その後ですね、えー、シニア向け、ね、やってくださいということでですね年、えー、取ったらどうしたらいいんだろう,うんですね。僕も昭和33年の生まれでしてです、ねえー、あのつい最近ですね52歳になったんですねで一応、まあ、若い時とかですねそういう人生設計については、まあ、自分自身もじ実体験として持ってたんですけども、まあ,あ例えばですね えー、50代どうしたらいいんだろうね60代どうしたらいいんだろうと、ね、分からないものですから、まあ、本日のですね、えー、午後おお、まあ、講演をお願いしてねますみす、ね、先生の方で、えー、いろんなことをですね聞かせていただきまして、えー、この本をですね出版させていただいたという経,過経緯があってなかなか年寄りは大変ですね、えー、生きるのが。<laughs> 残念ですけどね、まあ、世の中、年寄りがいっぱいあふれてまして、ですね、まあ、今、お年寄りというのがいくつなのかはです、ね、なかなか言いにくいんですけどもね、ね、えーまあ、お年寄りはお年寄りで,です、ねあの、これからあー、まあ、あーどうやって生きていったらいいんだろうとかですね、まあ、考えなきゃいけない、あと僕も50になりまして、です、ねまあ、いろいろ考えますとね、まあ、この本を出版したこともですね、 えーまあ、一つの原因になってるんですけどもちょっと体気をつけなきゃいけないなねでやっぱりですねあのー、ねもうなんというかな本能に赴くままに生きてきた人間としてはですね <laughs> うまいもなくってますしですね、えー、遊ぶこと遊んでるしですねやりたいことずっとやってきてるわけですよねそうするとやっぱりですね数値に現れてくるんですね でまあ、実は3年くらい前にですね一応あの検査行った時にです、ね、数値が異常値が結構出てましてそこはこんなもん治る、うん、あのね気力で治るもんだと <laughs> いうふうにです、ね、3年間放置してたんですけども残念なことにですね悪化してましてですね。<laughs> それで、慌ててですね、今、あ日赤病院にですね、行かせていただいて、えー、全部あのた、たまたま知り合いのドクターがいてですね、えー、上から下まで全部ですね、見ていただいて、いろいろやってるわけです。ねあのー、実際問題で、こうやってみるとですね、今やったら、残りの、まあ、50年、60年、70年、80年、そこまでいきないかな。<laughs> わかりませんがですねそれと比較したときにです、ねまあ、ここ1年間は、まあまあ、かかんないと思うんですけどもですねなるべく早くですね直した方がいいんじゃないかな歯も今直してるんですね歯なんか大変ですねあの僕ね日本全国で講演をですねこういう形で、ね、もう100回近く、ね、させていただいてると時間がないんですよねそうするとねあの保険の治療とかそんなのやってらんないわけじゃないですかでもう歯医者貸し切りですから 行くでしょもう朝から晩まで歯医者一件貸し切りで今直してるんですよだから金はかかるし時間はかかる <laughs> ねで本当はだから半年で直す予定がですね実は2年か,かかっちゃったんですねそれは思わぬなんていうのかなあの昔の歯医者さんの制度がですね、えー、非常にまずくてで結局はですね教科書に載ってたものが間違いだったっていうだからそれを今ね一から直してるんですね大変ですよ大工事 ね、で今やってましてですねようやくう来週終わるのかな来週終わるんですよやっときれいな歯が戻ってくるんですけどね、えー、まあそういう形にするとですね、まあ、この歯の、ね、衛生によって起きる成人病っていうのがあるそうですね歯が悪いとねいろんな病気に結びつくっていうねあのものがですね最近発表されてましてですね、まあ、これ歯早く治さなきゃダメだなと。 ね、あのー、うまいものを食えないくらいなら死んだほうがマシなんで <laughs> とりあえずうまいものを食うためにです、ね、やるべきことってまだまだいっぱいあるなと思ってです、ねえー、今直しきってるところですね、まあ、そんなことで,です、ねまあ、今日はあのー、僕が考える死に合い編っていう、ねえー、ところとです、ねえー、現在今僕が取り組んでいるです、ねえー、ことですとか、まあ、そういうのも少し話しながらです、ねえー、後半はです、ね、真面目に <laughs>。 全般が、不まじめってことじゃないですけど、後半はですね、真面目にですね、高齢者医療だとか、高齢化に基づいたその仕組みなんかをですね、皆さんに勉強していただこうというのが今日のテーマでございます。さて、今日はですね、初めてご参加の方もいらっしゃるので、若干ですね、私のプロフィールをですね、お話しさせていただきますと、あの、c f フネッ s って会社ですね、実は本社、ここから駅3つなんですね。大船に移って、そっから県員東北線で2つ。 ね、だから駅3つなんですよ、でもう、ね、さっき、ね、あの12時37分の電車に乗りましたらここにも、ね、1時前に着いちゃうという非常に近いところにありましてです、ねまあ、その会社はどういう会社かと申しますとです、ねえーえー、不動産のコンサルティングですね不動産の相続対策だとかあ不動産のです、ねえー、建物の土地有効活用だとか不動産の投資だとか、まあ、いろんな仕組みをです、ね、作り上げている。 で,で、一応、不動産コンサルタント会社としては、多分日本で初めて、え企、ー、業しまして、それで、えー、えっ、ー、と、実はですね、いろんな展開してた。